はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、キリンの生ビール。だよね。今日はうちご飯。という、名前のね、よくわかんないですけどね。なんだこれって。麦芽 100% ビール、かっこ室か。室かか。アルコール度数 5%。原材料が麦芽とかっこ小麦、麦芽かっこ小麦麦芽と大麦が麦芽と、ホップですね。室蚊由来のまろやかさと燻製した麦芽のほのかな香りがお肉料理を美味しくします。いつもの食卓をもっと美味しく。あ、なるほどね。まあ、なんかと一緒に食えっていうことだ。あー、ほんとだ、すごい。あー、確かに濁ってますね。まあ、これは、結局のところ、まあ、小麦ビールみたいな感じですね。なんだ。小麦ビールの、銀河高原ビール的なね。室蚊の、銀河高原ビール的なこの濁りがありますね。うん。うん。ちょっとやっぱ濁ってる。乾杯。まあ、小麦バッグが使ってるっていうのがまたでかいんだよね。多分ね。普通、麦芽ってさ、大麦麦芽しか使わないでしょ。小麦麦芽を使ってるってのはでかい。完璧。お！わあ！ああ、これすごいな。ああ、これすごい。燻製、なんか、スモーク感があるね、これね。これすごい。ソーセージ食ってるみたい。ウインナーソーセージ食ってるような、スモーク香がしますね。で、まろやかで、なおかつ、コクが深い。これは、うまい。これはうまい。しかも香りが。はぁ。わぁ、これうまいぞ。こんなの。こんなの出す？まろやかでなおかつ フルーツのような香りがふわっとしますね。うわぁ、これマジで。これあれだよね。期間限定じゃないよね。こんなクオリティのやつ出す？期間限定じゃなくて。普段ゴミみたいな、期間限定でゴミみたいなものしか出さないくせに。とうとう、通常販売でこんなクオリティのやつを出す。これはすごい。これは、地ビール、匹敵する、うまさ。いや。これは久々に当たりきましたね。とうとう当たりきましたね。俺の動画で、稀に見る、だいたい100回か50回か100回ぐらい、動画上げて1本ぐらいのこの、種族の一品。あ、これはすごい。こんなの普通に販売しよった。キリン、これはあれだぞ。絶対俺今思うけど。これ、多分今がうまいだけやで。みんな買っとけよ、これ。絶対これ半年後ぐらいになるとまずくなるから。確実に。
これがセブン&アイ限定ですね。これ、俺スーパーに行ったら売ってたんやけどな。セブンイレブンに行けば売ってる、これ。セブン&アイグループで先行販売中だって。これどこだっけ？あそこ行ったら売ってたわ。伊東洋華堂。確か伊東、違ったっけ？あれ、俺普通に、伊東洋華堂だったかな。伊東洋華堂に行ってたけど、俺普通にセブンイレブンで買ったの、これ。これはうまい！冗談じゃなくうまいぞ、これは。まず一つ、何がすごいかって、まあ、ここに、裏に書いてあるんだけど、燻製の、この、なんていうか、ソーセージ、ウインナーソーセージを食べた時の、ほのかな燻製香が、なぜかビールにあるっていう。まあ、たまにあるんですよ。そういうビール。で、なおかつ、小麦麦芽が入ってるので、小麦麦芽特有の、この、まろやかさとフルーツ感、フルーティーな香り、これは小麦麦芽特有ですね。これ、まあ、銀河高原ビール飲めばわかるわ。こんな味するわって。まさにこの銀河高原ビールを彷彿させるこの味。それでいて、まあ、室かっていう。結局この濁りを出している。室かなわけだから、ろ過してないんですよ、ね。はぁ、あ。いや、これお肉料理とかの問題じゃなく、普通に単品で飲んでも全然うまい。ほとんどこれ、肉料理っていうか、もうこれ自体が肉みたいなもんだから。これ自体が。だから、ソーセージ食ってるようなもんだよ。まあ、簡単に言うと。で、苦味としては、ほぼないですね。まあ、ちょっとあるぐらいか。かなり苦味は抑えめです。万人受けするでしょ、これは。普通よか、ちょっと低め。ちょっと低めのこの苦味。そして香り。このバナナを彷彿させる、バナナのようなこの、ほのかにですけどね。フルーツの香り。いや、これはすごいな。こんなもの通年販売にしてくる。いや、通年販売ではないのかわかんないけど。お肉料理によく合う室賀由来のまろやかな味わいと燻製した、麦芽のほのかな香り。いつもの食卓をもっと、ちょっと素敵にしてくれるビールです。これは確かに、でも、そうっすね。なんか、おかずになるビールみたいな感じでね。まあ、簡単に言うと、ちょっとだけ、ね、だから燻製の香りがすっから、本当に、これはなかなか珍しいですよ。本当に、燻製香があるビールっていうのは、なかなか珍しい。いやー、これはあれだな。これ、稀に見る。キリンでは、なかなかないぞ。ここまで凝ってるビールが。うん。グランドキリンとかなんか、ゴミみたいに見えるレベル。グランドキリン、はぁ？何それみたいな。なんか名前だけすごくて、しかも瓶の形状、瓶で無駄に高級感煽っといて、大してうまくねっていう。グランドキリンね。本当にこのグランドキリンマジで。潰せよ、これ。無駄だよ、こんなの。まあでも、アホなら、あれなんだ、ユーザーが買うんだろうね。グランドキリンとか、そういう名前の、あれでさ、情弱どもがさ、
あの、瓶の形とかさ、瓶でさ、うまそうに見えるみたいな。買うんだろうな、こういう静寂が。大してうまくもないし。しかも IPA と JPL の、あの、苦味の度数確実に間違ってるだろうっていう、レベルの、うん、サイトの作りをしよって。確実にこれ間違ってるよな。グランドキリング確実に間違ってるよな、これ。苦味とコクのさ、五つ星評価のさ、あの、五段階評価のやつ、確定で間違ってる。なんで JPL がさ、お前 IPA とか苦いんだよ。わけわかんない。もう一回 IPA って名前勉強してこい。あー、いや、でもこれうまい。この一杯でごちそう気分。だって。これはうまい。これはまあ、うまい。これはうまいぞ。本当に。確かに飯食いながらでもうまいなぁ、これ絶対。ああ。特にソーセージとか。ソーセージとかさ、燻製のやつをさ、食いながらさ、さらにこの燻製感をさ、煽る、この。煽っていく、このビール。これは文句が。ま、文句というかあれなんだけど、これはあれですね。ごくごく飲むビールじゃないですね。確実に。あちーとか言いながら、喉鳴らしながらね、グビッグビッグビッつって、プハーって飲むビールじゃないです、これ。確定で。これはもう適当な食事と、こう、並べて、こう、ご飯食べて、で、ちょびちょびこう飲む。ビール。ですね、確実に。だってこれ、は、これだってピルスナーじゃないもんね、これね。どっちかっていうと、バイゼン、そうですね、バイゼンが一番近いです。でも小麦ビールって俺あんまり好き、まあそんなに好きじゃないんだけど、これはうまいですね。なんでかっていうと、多分バイゼン、完全にバイゼンじゃないんですね。いわゆる小麦ビールっていうのが、じゃないんで、割とちょっと苦めで、小麦ビールって本当に苦くなくて、まろやかすぎて、なんか、すんげえまろやかなんです。でも、これはそこそこの苦味を出しときつつ、で、なおかつこの燻製っていうね、小麦ビールではない。小麦ビールにはないこの、ソーセージを食った時に香る、うわーって。あの、燻製の香り。がして、ああ。これすげえな。まあだから小麦ビールを一体、難しいね。まあ、ピルスナーではないのは確かな。若干小麦ビールより、バイゼンのあたり。またバイゼンと別な風味を入れてるっていう。これすごいですね。うん、あー、久々に来た。100個ぐらい動画上げて、ようやく来るレベルのこの、五つ星の評価来るぞ。これは、コクは、
うん。これはコクは、あるでしょうね。五つ星。甘みは、まあ、うん。香りも、ある。これは、今のうちに買っといた方がいいぞ。マジで。絶対半年ぐらいになると、くしょまずくなるタイプだ。これ多分ね、今のうちだけうまいから。いわゆる、あの、金かけすぎて、これはちょっと採算取れねえわってなって、最終的に値段、あの、味が落ちるタイプか、もしくは販売終了するタイプです。これは買っとかねえと、これ損です。5245です。ご視聴ありがとうございました。